よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは、今から足澤竜誠選手のインタビューを始めさせていただきます。まず、試合を終えてのご感想をお聞かせください。まあ思った通りとか、あとなんか久保選手とかみんなが2ランド ko とか言ってた通りになったなと思って。まあ、やってきたことは間違ってなかったなと思ってます。てか、あのやっぱ俺は俺をやっぱ信じてるんで、自分を信じた結果ですね。今回は。ありがとうございます。 続いて相手選手のご印象について教えてください。島野選手だったからああいう試合になったと思ってるんで本当島野選手には感謝しかないですねあと、まあ、島野選手も気持ち強かったですけどやっぱ俺は今回の,あの相手は相手じゃないと思ったんで自分だと思ってたんでであのダウン取られて逆転負けしそうになりましたけどあの時に思ったんですよああこれで俺行かなかったら前出なかったら俺は今までやってきたこと全部 無駄になると思っていや、ふざけんじゃねえと思ってこう気持ちで前いてたんですよ、それがだから結果につながったんで、だから言ってたじゃないですか、やる前から、あの相手じゃないんですよ、己なんですよ、自分の敵はって、だから今回、見せれたんで、まあ、また俺はこれで天狗に乗ると思いきやあの、もっともっと練習するんで、もっと上目指すんで、まあ、注目してくださいとか言っても注目するですもんね、勝手に。 はいありがとうございますそれでは記者の皆様にもご質問を伺ってみたいと思いますご質問のある方いらっしゃいますでしょうかあの新しい環境でやってきたことを出したかったことは出せたというまあ全部あのセコンドの指示も聞けたしあのやってきたことが出せたと思ってますやっぱり前まではやってなかったことを試合で出そうと思ってたんでそれだとやっぱ まあ芝はうまくいかないんですけど今回はやってきたことをや出しただけなんで,で最後はやっぱりあの、まあ、己,に己に勝つことが絶対俺は今回の試合の目標だったんで良か,かったと思ったす満足してますあの。今回は久しぶりの試合でしたけども、はい、この先はコンスタントにやっていくまあこの先もあの、まあ、1月はまだ出ないんですけど1月絶対オファー来るんですけど1月は出なくてあそんな俺焦ってないんで、まあ、あのまだまだ俺できていない。あのレ あのディフェンスとかあの、まあ、攻撃とかまだまだ全然あの言われていることができてないこと自分で分かっているんででも、あとちょっとでできるなっていうのも分かっているんですよ。それができるようになったらもっとどんどん強くなるしだから今はあのもっともっと強くなる自分が強くなることを考えて日々あの練習してきますよ他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございますそれ それでは最後にご覧になっているファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。いや,やっとあの俺のことをあの応援してくれる人たちに愛を届けられたと思うんであのま,また今後も、ね、俺は絶対愛を,つ愛を届け続けるんでみんなもまた応援してください、みんなのおかげで今日は勝てたと思っているんでありがとうございましした。た。ありがとうございましたそれででは以上、足選手のインタビューでした。